EGA っていうエンジンは初代レガシーに初めて搭載されたんだよね。レガシーをどう世の中にアピールしていこうかという中で勲章をつけると、国内で一番とかね、いい車ができましたというだけでは全然刺さらない。当時のスバルは世界でシェアというのは 1% もいってなかったんじゃないかなと思います。ましてやアメリカでは考えるとね、ものすごく少ないシェアだったと思うので、そこで世界一という勲章をこの車にくっつけて世の中に出すと、まずそこを一つのハードルでクリアしようというので、プロジェクトとして決まったのがその10万キロと。あの車は瞬間的に速くていいっていう車ではなくて、長い距離を快適に速く走るっていう、しかも天気を選ばないで、ね、フルタイムの四駆という新しいシステムをつけて、技術的には一つの実証の場でもあるし、一方ではお客さんに世界で一番速く走れる車ですっていうね、アピールもできるというので、まさにうってつけのイベントだったと思ってます。19日間でね、10万キロ走るという、まあ、EJ の本当の頑張りもあったんじゃないかなと思いますけどね。みんなもフードを開けて撫でてまして、頑張ったなっていうね、涙流しながら今でも思い出しますけどね。もう30年 WH だけじゃなくてですね、それ以外のモータースポーツをサポートしてきてます。いろんな体験をし、そんな中でこれだよっていうものを作り上げました。でぜひ皆さんの車にですね、パフォーマンスパーツと車と、それから EJ エンジン、これをパッケージでですね、ぜひ楽しんでいただければと思います。